平成22年10月18日月曜日、参議院決算委員会に出席し、平成20年度決算等について答弁しました。総理大臣官邸に戻り、第2回となる国内投資促進円卓会議に出席しました。会議では産業界の国内投資の拡大に向けた取り組み、政府が取り組むべき課題等について話し合われました。続いてボツワナ共和国のカーマ大統領と会談を行いました。会談では今後ともボツワナを支援し、その一環として広域案件であるカズングラ橋建設計画への円借款供与を前向きに検討したいと述べました。19日火曜日、総理大臣官邸で月例経済報告等に関する関係閣僚会議に出席しました。20日水曜日、総理大臣官邸で第12回となる行政刷新会議を開催しました。会議では事業仕分け第3弾等について話し合われました。続いて ASEAN のスリン事務総長による表敬を受けました。21日木曜日、総理大臣官邸で平成22年度原子力総合防災訓練を行いました。静岡県の浜岡原子力発電所における緊急事態を想定した訓練では、大畑経済産業大臣から原子力緊急事態公示指示案等が提出され、これを受けて原子力緊急事態宣言を発出し、住民への情報提供に努めるよう関係自治体への指示を行いました。原子力緊急事態宣言を行います。直ちに発電所から半径10キロ以内の地域について緊急事態応急対策を講ずべき区域として工事するとともに、区域内の住民及び周辺住民に対して情報提供に努めることはもちろん、原子力事故に関する情報に注意すること。引き続きこの事態を受けて原子力災害対策本部会議の訓練を行いました。続いて第1回となる待機児童ゼロ特命チーム会合に出席しました。会合では特命チームの設置と今後のスケジュール、待機児童の状況と子ども・子育て新システムの検討状況について話し合われました。待機児童解消は一石三鳥の社会福祉的な効果であると同時に、雇用に対する効果、ひいては経済に対する効果があると、このように考えております。午後には東京都内のホテルで開催された全国巡職警察職員警察協力巡覧者慰霊祭に参列しました。私たちはご意思を受け継ぎ、犯罪や災害から国民を守り、人と人とが絆を結び合い安心して暮らせる社会の実現に取り組んでまいります。その後、第3回となる新成長戦略実現会議を開催しました。会議では経済連携の推進と我が国の農業総合特区制度について話し合われました。22日金曜日、総理大臣官邸で第3回となる拉致問題対策本部会合を開催しました。会合ではこの1年間の取り組みと拉致被害者家族の主な意見、最近の北朝鮮情勢について話し合われました。続いて第93回となる総合科学技術会議を開催しました。その後、
日英21世紀委員会メンバーの英国側座長のカニンガム上院議員ほか15名の委員による表敬を受け、意見交換を行いました。午後には第3回となる硫黄島における遺骨収集のための特命チーム会合に出席しました。会合では米国資料に基づく遺骨収集調査などについて話し合われました。その後、グアテマラ共和国のコロン大統領と会談を行いました。会談終了後、菅総理とコロン大統領は対グアテマラ円借款に関する交換公文の署名式に臨みました。23日土曜日、防衛省で開催された自衛隊殉職隊員追悼式に参列しました。黙祷を捧げ、追悼の辞を述べた後、献花を行いました。本日を決議、我が国は平和と独立を守るという崇高な任務を全うするとともに、世界の平和に全力を尽くしてまいります。24日日曜日、朝霞訓練場で開催された自衛隊記念日行事観閲式に出席しました。訓示の後、陸上、海上及び航空の各自衛隊部隊の行進を観閲しました。私は自衛隊の最高指揮官として隊員所管に対して次の3点を望みます。第1は、自らの任務に関する知識と技量を十分に持てということです。第2は、自らが自衛隊員であることを常に自覚せよということです。第3は、真の勇気の持ち主であれということです。いにしえより100年兵を養うは一朝のためにありと言われます。このことが国民の自衛隊に対する期待に応える基盤をなすものであることを述べ、隊員所管がますます任務に精励されることを強く希望して私の訓示といたします。